こんにちは。ご訪問ありがとうございます。猫族です。2024年4月下旬、深夜の東武鉄道東武動物公園駅では、ホームでの工事を行う作業員さんの姿が見られました。そして2番線側、ホーム近くの補修用車留置線へ目を向けると、白い除草剤散布車がポツンと。そして反対側の留置線には、機動モーターカーとお揃いのカラーが施されたピカピカな新しい除草剤散布車の姿がありました。猫族チャンネル、出発前にいろいろとチェックされているようです。白い古い方の除草剤散布車は約1年前、なかなかに激しい雨の中を走行するかっこいい姿を見ることができました。猫族チャンネル、今宵は機動モーターカー2509に牽引される新しい除草剤散布車 HT706 の出発と走行をご一緒にお楽しみください。猫族チャンネル、
春日部方面へ走行する姿も撮影することができました。青白いライトがとても明るく綺麗です。もう一箇所間に合ったので走行を撮影しました。進行方向で切り口トラックによる作業が行われていましたが、留置線付近以外で保守用車のすれ違いはなかなか見る機会がないので、見られるとより興奮してしまいます。今回の動画はいかがでしたか？それではまた次の動画でもぜひお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。Thank you.